ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、皆様は突然の終わりを経験したことはあるでしょうか？大概の物事が、終わる時は一瞬だよな。儚いもんだぜ。この終わりのパターンは様々です。何か事件があって終わる場合もあれば、そうでない場合もあります。実は終わりの前から、いつ終わってもおかしくない状態であった場合も多いのです。恋だってそうです。あなたは突然振られたと思っているかもしれませんが、その数ヶ月前から関係はすでに冷め切っており、相手からしたらいつ振ってもよかったわけです。本当に些細なきっかけがあって別れ話を切り出しただけです。視聴者が振られる側前提なのやめてください。とまあこのように、そもそも不安定な状態のものは、いつか突然終わる可能性があります。確かに、グラグラな積み木はいつ崩れてもおかしくないよな。そして安定だと思っているものが実は不安定だったパターンも世に多く存在します。それはこの宇宙そのものだって例外ではありません。というのも近年の研究により、私たちの宇宙は、実は結構不安定である可能性が指摘されたのです。つまり、この宇宙も一瞬で消滅する可能性があるってことか？その通り。今回は、そんな宇宙の不安定性に関する仮説と、それに付随する宇宙消滅の可能性、真空崩壊について解説していきます。魔理沙が。いや解説するのは確かに。では解説していこう。真空崩壊とは物理の量子論に関する仮説だ。これを理解するために、まずは基本的な物理法則を説明しよう。お願いします。まず、すべての物質は内部にエネルギーを持っている。例えば、高い位置にあるものはその分の1エネルギーを持っているし、物質が燃えるのは、物質内部の化学エネルギーが熱に変わるからだ。ふんふん。そしてすべての物質は、その物質ごとに決められた最低レベルのエネルギー状態になりたがる。なぜかというと、エネルギーが低い状態が最も安定しているからだ。例えば、1エネルギーが最も低ければ、それ以上落下する心配はないし、化学エネルギーが最も低い状態なら、熱に変わるエネルギーがないから、物はそれ以上燃えない。逆に言うと、物質はもし保有するエネルギーが最低レベルよりも大きければ、なんとか余分なエネルギーを外部に放出し、最低レベルの安定状態になりたがる性質がある。まあ、安定第一なのは、人間も一緒よね。なりたい職業ランキングでも公務員は常に人気だし。この、物質のエネルギーが最も低い状態、のことを量子論では真空状態、という。ここで言う真空とは真空パックなどの真空とは違い、物質が余分なエネルギーを持たない、量子的に安定な状態という専門用語の真空のことだ。ややこしいわね。何もないって意味の真空ではないのね。さて、すべての物質はこの安定状態になりたがる。当然私たちの住む宇宙だって例外ではない。とはいえ宇宙は誕生してから138億年もの時間が経過している。それだけ長い時間がかかっているのだから、当然、この宇宙はすでに真空状態になっており、現在の宇宙は安定していると思われていた。まあ、138億年もかければ、さすがに宇宙は安定状態になっていそうよね。どれだけエネルギーの高いものでも、138億年もかければ、さすがに放出しきってるはずでしょ。しかし、近年のヒッグス粒子発見により少々事態が変わる。ヒッグス粒子？なんだっけそれ。ではそこから説明しよう。ヒッグス粒子とは、質量を司る粒子のことだ。そもそもだが、霊夢は質量とは何だと思う？え、重さのことでしょ？イメージは近いが、正確に言うと違う。物理では、質量とは物の動かしにくさ、のことを指す。この質量に重力がかかると重さになる。だから重力の違いで重さは変わる。宇宙などの無重力環境では重さは0だ。しかし質量は地球でも宇宙でも一緒だぜ。あれ？重いから物が動かしにくいのではないの？地球上では、重さに応じて摩擦が大きくなるから、そう感じてしまうのも無理はない。では重さが例のもの、例えば宇宙という無重力状態の人工衛星は簡単に動かせるのか、と言われると実は違う。宇宙でも質量は変わらないから、宇宙飛行士が人工衛星を簡単に手で掴んで移動させたりはできないぜ。え、そうなの？ああ、実はそうなんだ。無重力と聞くと、ぷかぷか浮いているイメージがあるから、風船みたいに何でも動かせると思いがちだが、実は全く違う。質量が大きいものは無重力状態でも動かすのにはかなりの力が必要だ。へえ、そうなのね。確かによく考えると、人工衛星がそんなに簡単に動かせたら大問題よね。簡単に動かせたら、衛星を打ち上げても打ち上げても、どこか遠くに行ってしまうし、地球だって隕石の衝突一つで太陽系から追い出されてしまうものね。でもなぜ無重力状態でも、質量が大きいものは動かしにくいの？その答えは単純だ。空間内には、そもそもエネルギーを持った見えない何かがあって、物が動くのを邪魔しているんだ。これは水中をイメージしてもらうとわかりやすい。水中では人間は動きにくいだろう？これは当然、私たちが動く際に水が邪魔だからだ。
水中では周囲の水を押しのけて動かないといけないものね。じゃあ水中で物が動きにくいように、この空間にも、物の動きを邪魔する何かがあるってこと？その通り。この空間に充填している物の動きを邪魔する見えない何かを、この理論の提唱者、ヒッグスの名にちなんでヒッグス場、という。たとえ空気や重力が全くなくとも、現在の宇宙は、水のようなこのヒッグス場にどっぷり浸っている。ヒッグス場が物が動く際に抵抗するから、物は動かしにくいのだ、と現代物理では考えられているぜ。すごい発想ね。よくこんなこと考えつくわね。さて、空間がヒッグス場に浸っていると考えるこの発想は、理論上は正しいものの長年仮説だった。しかし2012年、このヒッグス場をかき乱しそこから生まれる素粒子、ヒッグス粒子が発見され、芋づる式にヒッグス場の存在が証明されたぜ。オッケー。そのヒッグス場という見えない邪魔者が、物質の質量の元だというのは理解したわ。だけれど、そのヒッグス場と今回の真空崩壊の話がどう関係してくるの？随分脱線してしまったが、話を本題に戻そう。実は発見されたこのヒッグス粒子から、ヒッグス場のエネルギーを計算してみると、当初予測されていた理論上のヒッグス場のエネルギーよりも、実際のヒッグス場のエネルギーの方が大きかった。つまり計算上のエネルギーと実際のエネルギーが違う、という問題が出てきた。じゃあ理論上のヒッグス場のエネルギーを計算ミスしていたんじゃない？それか、実験過程で生じた誤差とか？もちろん今の霊夢のような考え方もできるが、シンプルにこう考えることもできる。それは、現在のヒッグス場は理論上の安定した状態、真空状態のエネルギーよりも高い、という仮説だ。確かに単純に考えるとそうなるわね。でもそれの何が問題なの？ヒッグス場が最低レベル以上のエネルギーを持つということは、ヒッグス場はこの余分なエネルギーを何とかして放出し、より安定した真空状態になりたがっている。しかしこれは大問題だ。何しろ私たちの宇宙全体は、このヒッグス場にどっぷり浸かっている。ヒッグス場が安定した真空状態でないことは、ひいてはこの宇宙が安定していないことを意味する。つまり私たちの宇宙は極めて不安定だということだ。例えるなら、安定した低エネルギー状態だと思っていた宇宙が、実はガソリンをかけられた木材のようなものだったということだ。内部の余分なエネルギーを放出したがっているもんだから、非常に発火しやすい。むちゃくちゃ危険じゃん。このヒッグス場のエネルギーから予想される、宇宙が実は不安定であるという仮説を、気の真空仮説という。要は真空状態、安定状態だと思われていた宇宙は、実は偽の真空状態だったということだ。そして余分なエネルギーを放出しこの宇宙が真の真空、になる現象を、現在の、気の真空が壊れるという意味で、真空崩壊という。宇宙が不安定、というのは、宇宙ちゃんがメンヘラだという意味ではなくて、余分なエネルギーを持っていて、真空崩壊の可能性がある、という意味なのね。その真空崩壊というのは、どれくらい危険なの？放出されるエネルギーが莫大すぎて、危険だということ？もちろん、それもあるが、この真空崩壊の真の脅威は、ヒッグス場のエネルギーが変化することにある。ヒッグス場のエネルギーが下がるということは、すべての物質の質量が変化するということだからだ。質量が変化することが、そんなにヤバいの？ヤバいもヤバいぜ。質量があるものすべてに影響するということは、物質を構成する素粒子までも影響を受ける。基本的には素粒子も質量を持っているからな。そして先ほども言ったように質量、とは物の動かしにくさ、を指す。物の動かしにくさが変化すると、連動して現在の物の動きも変化する。つまり、物質を構成する素粒子の動きまでもが変化し、物質は原子核を保てなくなり、文字通り消滅するとされている。やば。また、真空崩壊が起こった後の世界では、現在の物理法則は基本的に全て通じない。何しろヒッグス場刃物に質量を与える、という極めて基本的な宇宙のルールの元になっている。このヒッグス場のエネルギーが変化することは、もはや宇宙の前提が変化することに等しいからだ。まあ、真空崩壊後の宇宙には誰も生き残っていないから、物理法則とかを気にしても仕方がない気もするけど、真空崩壊の恐ろしさは分かったけど、もしこの偽の真空、仮説が当たっているのなら、ヒッグス場は今にでも余分なエネルギーを放出してより安定した真空状態になりたがっているのよね。でも現在のヒッグス場は余分なエネルギーを持ったままなんでしょ？なぜ今すぐにでも、この真空崩壊は発生しないの？良い質問だな。それはエネルギー障壁があるからだ。エネルギー障壁？物質は安定した最低エネルギーになりたがる、と言ったが、そう簡単に真空状態になれるかというとそうではない。実は物質は低いエネルギー状態になるためにも、エネルギーを必要とする場合が多いんだ。低いエネルギー状態になるために、エネルギーが必要？どういうことなの？例えば今霊夢がサラリーマンだとする。そしてサラリーマンは首の心配があるから、より安定した公務員になりたいと思っている。しかし公務員になるには公務員試験を突破する必要があり、今以上の労力、エネルギーがかかるだろう？なるほど。
このようにヒップスバも、よりエネルギーの低い安定状態になりたいと思っているものの、そのためのエネルギーがなく、真空状態になれないというわけだ。このエネルギーの山を、エネルギー障壁という。そしてヒップスバのエネルギー障壁はかなり大きいと考えられており、桁外れのエネルギーが必要と予測されている。じゃあ、そのエネルギーを簡単には超えることができないから、実際は真空崩壊の危険はないのね。よかったよかった、安心したわ。と思うだろうが、量子力学は本当に不思議で、時折、このエネルギーの山を越えるのではなく、ワープしてすり抜けることがある。これをトンネル効果という。そして一つでもこのトンネル効果が起こると、余分なエネルギーが放出され、そのエネルギーでお隣のヒップスバが真空崩壊を起こし、真空崩壊が連鎖していく。こうなると残念ながら宇宙は終了するだろう。じゃあ今にでも真空崩壊が起こる可能性があるってこと？理論上はな。とはいえ、この確率は相当低い。トンネル効果で真空崩壊が起き、宇宙が消滅する可能性は10の554兆億年に一度程度だとされている。というか、そもそも人類がこの真空崩壊を止める手立ては全くない。だから心配しても仕方がない。その時が来たら、もう終わりだぜ。というわけで解説はここまでだ。真空崩壊についてまとめるとこんな感じね。ちなみに、この真空崩壊って宇宙のどこかで一つでも起こったら、連鎖してしまって止められないのよね。いくら確率が低いと言っても、この宇宙も広大なのだから、真空崩壊の恐怖の確率は結構大きい気がするんだけど。それに関しても心配する必要はない。もちろん、地球近くで真空崩壊が起こると、完全終了だ。しかし遠くの銀河で真空崩壊が起こっても、その真空崩壊が地球まで到達することはない。真空崩壊は高速で宇宙を伝わるものの、宇宙の膨張速度はその高速を超えているからだ。だから、仮にどこかで真空崩壊が起こっても、その真空崩壊が地球に到達する可能性はかなり低いぜ。サッカー選手、本田圭佑は言いました。安定って言葉は、俺の辞書にはない言葉です、と。この人が言うと何でも名言になる説あるよな。安定という言葉は、本田圭佑だけでなく、宇宙の辞書にもないかもしれないという結論で、今回のお話はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。